いやあれ超うまいよ、あれめちゃくちゃうまい。でもなんか俺も調べたんだけど、春菊をサラダにするときって新鮮な春菊を水に浸してちょっと時間を置いて、水切ってからじゃないとこう結構いい食感にならないんだ。でそれ以外の春菊はやっぱ鍋用とかそういう感じで食べられるから、サラダは、いや生食用みたいなのあんのかな。でもスーパーとかで売ってるやつは基本的に水にさらさないとダメ。それでちょっと張りをつけるっていう、はい、ということで竹下通りに今来てまして、マジだこれ。ちょっとね、急に、まあ急にっていうほど急にでもいいけど、前からね食べたいなと思ったんですけど、ちっちゃい頃僕らが食べてたと思うんですが、バブルガム、あのテープのやつ、あれちょっとめちゃめちゃ、ね、そうそうそう、ドンキホーテとかにもなんかちょっと前はあったらしいんだけど、もうそれがね多分ないのかな、もう生産してないのか、なんかメキシコ産のあれらしいんだけど、とりあえずまあなくて、でとりあえずちょっとストーリーズにあげたら、ちょっともしかしたらあるかもよっていうことで、ちょっと一個来てみました。竹下通り確かありそう。上の行ってもなかったもんな。なんかね、あとね、あの、まあ、これちょっと本当かどうか知らないんだけど、うちの近所のセブンにまだありますよっていう人いたの。え、どこそれ？本当と思って。遠方じゃない。え、でもなんかどこのセブンですかってなんか聞けなくて、200円、200円台ぐらいらしいんだよ。その方多分東京に住んでるから。いやなんかまあここダメだったらちょっとそれもありかなと思ったけど、とりあえずこの竹下の中にまあその雑貨や輸入雑貨系、輸入お菓子系みたいなのが取り扱ってるお店があるということで、人がすごい、ちょっとまあそこをね行って、分かりたいなと。こんだけめっちゃいますわ。いやあのレインボーのね綿飴食いたいですけどね。ああ、1000円ぐらいのやつ、1000円ぐらいだっけ、あれ映えるでしょ。この上とかじゃない、なんかあれ、なんかの2階だよ、なんかの2階、あれ変か、いや、もっと先だけど、ほら、豆芝カフェだって、ありそう、あ、こういうとこありそうだ、あ、キャンディア5号、ドライバー5号みたいな、確かにここありそう、あの、ねえな、ちょっとここも後でチェックしましょう、ありそう、でも、ここじゃなくて言われたのは、そのセブンの前の、多分そこら辺かな、セブンの前、あ、これ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 、え、あの原宿キャンディみたいな、今女の子と書いてる、ここにあるらしいんで、ちょっと一回見てください。ありませんでした。ないじゃん、キャンディア高校。え、逆のって、あ、嘘、まあ別にこれはね、ずっとそのまま流しっぱなししてるから、ちょっとじゃあもうここ行ってみるか、タラミラツナキャンディア高校。さっきと同じ感じだな。ここもめっちゃ似た匂いするけど、ここの方が物ありそうじゃない？さあ、今ね、キャンディア午後行ってきまして、バン、ありませんでした。ないっすね。ないね。でもちょっと近しいものはありましたね。確かに近いものはありました。なんで僕はまあとりあえずないんで、このハートのね、キャンディーを買いました、はい、で、あなたはローラーガムなのかミニなのか、こういうグミない、グミなんだな、これ。そういうグミあるよね。わかんない、これ。ローラーっぽいし。なんかめっちゃ並んでる。めちゃくちゃ並んでる。何だろう。何並びでしょう。とりあえず、はい、ダメでした。引き続きちょっと情報を求めます。うん。Amazon とかで買えるのは知ってます。店舗で買えたらいいなと思って、こういう輸入のお店なんか、もし知ってたらぜひ教えてください。Amazon 買えんだ。Amazon では買える。多分超高い。プレついてるな。そう。何でもプレですよ。赤からの15グラムも高いもんな。それ言って何回言うんですか、赤からの話。これで筒渦状に入ってて、粘っこいだな、これ。あ、剥がせんだ。はいはい、あ、なるほどね。長っ。ちょっと顔の横にそれ持ってってみてよ。はいはいはい、長い長いね、これ。腹口の顔2つ分ぐらい。確かに。で、これを一口でいただくと、グミでしょ、それ。さあ、どうでしょう。
甘酸っぱい味がします。引っ張ることか引っ張ることか、そんなもん。甘酸っぱい、あの時のね、年代っぽい甘酸っぱい思い出がある。 あの時は甘いしかないんじゃない、まあ、青春の甘酸っぱいんじゃないの。ちょっとね、好きな子にいたずらとかして給食わざと減らしてるから、そんな味がします。食べる。あ、じゃあ1個もらおうかな。これでも雪見大福の1個ぐらい、1個価値高くない、それ270円ぐらい。280円ぐらい高っ、はい、ああ。顎ぶっ壊れるわ。顎ぶっ壊れそう。なんか美味しい。うん、美味しいか？うん。かき氷をギュッとしただけ。やっぱり一気に食うもんじゃないね、これ多分。テープのよりやっぱ切って食うしかないんだよ、これ。ホッキーゲームやるのが一番いいな、これ。あ、カメレオンゲームだね、カメレオンゲーム端っこからな、こうやってやってくる、カメレオンゲーム。でも美味しいです。よかったね、帰ろう。帰ります。